ノエイラの情報通りだ。イリス、早速手に入れよう。うん、待ってて。全知全能の力を求めし者よ、我が呼び声に応えよ。我は錬金術の根源を知る者、ウヌは錬金術の系譜を継ぐ者。系譜を継ぐ者、あの人も同じことを言ってた。教えてください、系譜って何ですか？系譜は永続するもの。我が願いが叶うまで、ウヌが願いを果たすまで。あなたの願い、私の願い、願いを叶えるのはエルスクーラリオなの。どうしたの、イリス？あと3つだね。終わりが見えてきたね。順調に見つかってるようですね。クローリー、その調子で残りも頼みますよ。まあ集めなくては死んでしまうから、集めるしかないのですけどね。よくそんなこと言えるわね。ちょうどいい機会だ。イリスにかけた呪いについて洗いざ。おっと、お前の相手はこの俺だぜ、バジュデル。どけ、今はお前の相手などしていられない。どけねえな。俺はクローリーの旦那のボディーガードしてんだ。なんだと。そういうことです、バージゼルさん。あとは任せましたよ。ち、悪いな、ミストルースは依頼されたお仕事が第一ってな。エッジ、今日こそお前をぶっ倒す。とっておきの裏技だ。あるべき場所へ行きなさい。心の目、見えてきたよ。ショックで倒れな。いっけまま決めるぞ。魂まで焼き尽くせ。やっぱり強えな。できれば使いたくなかったんだけどよ。しょうがねえか。バージゼルさん、なんだ。エッジ、貴様は倒す。バージデル、いっけ。消えろ消えろ。ただきだ。行け！
このまま決めるぞ。魂まで焼き尽くせ。うざいんだよ。ビシバシ行くよ。もらった。聞いてくるよ。今のうちだよ。頑張ろう。いっけー。殺す。もうこのままじゃ。強いな。ああ、ちくしょう。本当に強いぜ。俺の乾杯だ。バーチさん、その力、望んで手に入れたものなのか。ああ、そうだ。ノスパから強くなりたかったんだ。どんなことしてでも、お前に負けて、俺はお前を超えることでしか前に進めなくなった。だからクローリーの旦那が言う通り、やっぱりあの人が。エッチ、俺は俺なりにクローリーのことを調べてみた。クローリーはただの低ランクのミストルース。錬金術の知識なんて全くないはずだ。え？ある時を境に今の不思議な能力と知識を身につけたとしか。どういうことだ。さあ、な、俺が知ってるのここまでだ。なあ、エッジ、俺もう休んでもいいよな。ああばよ、エッジ。またな。バージゼル、少しの間だけ休んでいよ。お前の無念、俺が代わりに晴らしてやる。そう、そんなことがあったのね。あいつ、許せない。そうね、そんな人間の話にはできない。ギルドも今、クローリーの行方を追っているわ。頼む。でも、気になるわね。
何がですか？そのバージゼル君が残した言葉。クローリーはミストルースとして登録されているわ。ランクも確かに低ランク。バージゼル君が言ったことは間違いない。バージゼルはクローリーに錬金術の知識はないはずだと。それも真実だというのか？でもあの人の錬金術の知識は確かです。どういうこと？わからないわ。でもただのミストルースに過ぎなかったクローリーはどうやって錬金術の知識を身につけたのか調べてみる価値はありそうね。情報が入るまでいつものようにギルドにやってくるクエストをお願い。わかった。